どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。バリアン奈良子、水谷です。さあ本日なんですが、神商品が届きました。これ何が入ってるかというね、お話なんですけども、去年の7月くらいかなに予約が開始された商品でございまして、で2023年の7月に予約が開始されて、で今商品が出来上がって届いたと。どのくらい、半年くらいか、半年前くらいだな、つまり。あ、いた、いた、いた、来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 た、開けるよ。やば、ちょ、見て、こっちか、見てください、これ箱でかっ箱でかっ、俺の腕ぐらいあるわ。アートワークスモンスターズ遊戯王ゼアルナンバーズ107ギャラクシーアイズタキオンドラゴン。ちょっと待って、これさ、この箱だけでもうなんか商店しそうなぐらいかっこいいね、これ。箱もなんかさ、あ、後ろになんかあれだね、飾り方的な感じなのかな、これ書いてあるのかな。何が分かったかっていう話なんですけども、すいません、ギャラクシーアイズタキオンドラゴンのフィギュアを買いました。お値段4万およそ3000円、約4万3000円の 4.3 人分の諭吉を、リリースしまして、購入したということで、宇宙を貫く雄たけびよ、遥かなる時を遡り、銀河の源より蘇れ、剣剣せよ、そして我を勝利へと導け、ブンバーズ社からギャラクシーアイズタキオンドラゴン。おお、あ、そういう感じ。あ、なんかすごいいっぱい部品入ってる。どういうこと、ちょっと待って、すごい部品入ってるよ。あ、これ組み立てるってこと、これ組み立てんのか、なるほど。うわ、なるほど。待って、俺手袋とかないんだけど、組み立て方わからんぞ。待って、なんか説明書みたいなやつないのこれ。箱のとこにさ、このなんていうのかな、この QR コードが書いてあってさ、これで組み立てることになってんだね、今ね。うおー、本体の組み立て手順、まあ、ちょっとこの組み立て手順に沿って、組み立てていきたいと思います。これを、これどっち、わからんこれでやってんのかな、ちょっとわかんねえな。なんか尻尾パーツに力が加わると破損の恐れがありますとかいうなんか脅し文句書いてあるんだけど、ちょっと待って、怖すぎる。あ、くっつけられたかもしんない。だ、もうかっこいい、見て、もうかっこいいわ、もうかっこよくない、これやばー。なんかスパイダーマンに出てきてさ、なんかこういう触手持ってる博士みたいなっていたよな。で、なに？これボディですか？ボディですね。ボディ。このボディを？ボディを？ここに、あ、ここにくっつける。なるほど。ちょっとウィングも見てくれよ、これ。美しい。なんて美しいんだ。タキオンのウィング。なんかすぐこんなんなってたんだな。4万2000円クオリティって感じするわ。やばすぎ。ウィング。ウィング接続完了。いや、できたくさい、できたくさい、できたくさいわ。ちょっと飾ってみるか。飾ってみました、タキオンくん。めちゃくちゃかっこよくないですか。ちょっとわかんねえか、これ。こっから見たところでめっちゃかっこよすぎ。てかね、かっこよすぎなんだけど、ね、でかすぎるクソでかい。本当はさ、この今このこっち側、顔がこっちなんですけど、これね、何、正面向かしたかったんですけど、これね、はここまで幅が足らなくて、ね、想像の5億倍くらいでかかった。あまりにもでかいというところで、ちょっとね、横向かざるを得ないんですけど、横は横でかっこいいんですよ、これ。なんかその翼がさ、こう横側に広がってて、もう今にもこの走り出しそうな、なんていうのかな、躍動感というか、これめっちゃかっこよくない。で、しかも大好きなね、このタキオンの 20th Secret も横に飾っちゃったりなんかして、これおしゃれでしょ、さすがに。まあ、フィギュア飾ってある部屋がおしゃれかどうかは置いといてえ、これめっちゃかっこよくない、これ。いや、これしかもさ、フィギュアが、僕こういうフィギュアとかあんまり詳しくないんですけど、あ、ほとんど買ったことないんでね、
でもね、すごい成功なのよこれ。なんかこんな造形師なんだね、タキオンって。後ろとかを見てみる。後ろもね、ほらこんな感じなんよね。すげえかっけえっしょこれ。やばいよね、めっちゃリアルにできてて。で、なんかこの黄色いやつがオーバーユニットらしくて、まあ、正面からちょっと見ないとあんま分かんないけど、オーバーユニットがその周りを回ってるようなイメージ。まあ、ちょっとこの辺のスペースはもうおいおいね、確保していくとして、まあ、今回はねこのタキオンを皆さんと一緒に見ることができてよかったです。はい、ちょっと汗だくなんで着替えてきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次はギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンのフィギュアでお会いしましょう。デュエルモードフォトンチェンジ、残儀の用意はできてるか。